はい、皆さんこんにちは。ラングラージーンズ愛好家のブルーベリーです。今日はラングラーのデニムジャケットで、セカンドモデルと言われております 11MJZ を紹介いたします。前回はラングラーのデニムジャケットファーストモデル 111MJ を紹介させていただきました。今回のセカンドモデルはオリジナルのアメリカ製を所有しておりませんので、エドウィン商事から発売されました復刻モデルを元に紹介いたします。 111MJ から大幅な進化を遂げ、画期的なデザインに到達するも数年間しか製造されなかった孤高のデニムジャケット 111MJZ、 ラングラーを語る上で外すことのできないとても人気のあるモデルになります。詳細はご覧の通りとなっております。上から見ていきましょう。製品メーカーは日本におけるラングラーの商標権を所有しているエドウィン商事になります。モデル名称は 11MJZ で、11オンスで織られたメンズジャケットジップモデルの略称になります。オリジナルは1958年から登場したと言われておりますが、雑誌によっては1957年と記載されているものもあります。この復刻モデルは2008年7月頃に発売されまして、エドウィン商事からリリースされたアーカイブシリーズでは2代目の 11MJZ です。途中レギュラーモデルも含めると3代目あたりになるのかと思います。価格は 24,150 円で、当時の復刻ジャケットの平均価格かと思います。製品番号はW9611 で、この一つ前に作られた 11MJZ の復刻は W9511 になります。生産国は日本製で、とても丁寧な作りとなっております。ファーストモデルからセカンドモデルにどのように進化したのか注目したいと思いますが、かなり飛躍した進化となっております。まずフロントボタンでの開閉がジップアップ仕様になったこと、そしてお腹周りにハンドウォーマーを追加、フロントポケットが2個から1個の肩ポケットに省略、そして4本あったフロントのプリーツが2本に省略、それに伴い缶抜きも12個から6つに変更、サイドにそれぞれありましたストラップが省略され、インナーのアジャスターにゴムが縫い付けられております。細かいところでアクションプリーツの可動域も大きくなり、変更点だけでも10点近くに上り、とても意欲的な作品といいます。その中で私が注目する箇所は2点あります。1つ目はフロントの胸ポケットです。自分が仮にラングラのデザイナーだったら、フロントにつけていた2つのポケットをわざわざ1つに減らすかなと考えてしまいます。この部分は明らかにデザイン重視にした結果が現れているのではないでしょうか。2つ目は新たに付けられたハンドウォーマーです。この取り付け方が表面に貼り付いているのではなく、インナー側に取り付けられているところも特徴的です。この仕様は当時のウエスタンシャツによく見られるスマイルポケットと同じ仕様です。諸説ありますが、スマイルポケットの考案者はロデオ・ベンと言われており、そう考えるとこのジャケットもデザインしたのも当然ロデオ・ベンというのも納得できるのではないでしょうか。ラングラーの代表的なジャケットを年代別に並べてみました。正確ではないですが、こんな感じだと思います。 11MJZ はというと、諸説ありますが、1950年代後半の1957年前後から登場しまして、1960年代中期まで生産されたと言われております。注目すべきところは、ファーストからセカンドに切り替わったのではなく、ファーストに並行して生産されたというところでしょうか。イメージとしては 11MJZ が新たにラインナップとして加わったイメージになります。 11MJZ を実際に着ている有名人の印象はあまりないのですが、YouTube を探していたらすごい映像を見つけることができました。世界オールラウンドチャンピオンカウボーイであるジム・ショルダーズが上下ラングラーのセットアップでインタビューに答える映像がアップロードされております。ジム・ショルダーズは初期のラングラーの広告塔にもなり、フラッシャーやギミーブックなどにたびたび登場しています。プロロデオ業界ではレジェンド中のレジェンドな存在です。
動画の概要欄には1958年2月のインタビューと掲載されておりましたので、ちょうど 11MJZ が登場した時期と一致しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、ラングラー好きな方はぜひチェックしてみてください。続いてエドウィンが復刻しました 11MJZW9611 のディティール紹介です。まずはフロントポケットになります。ファーストと比べるとやや小ぶりなポケットになっております。フラップのスナップボタンは変わりません。ポケットの中にタグがついており、 W9611 と刻印されております。裏側には日本製と表記されています。ポケットの裏側はこんな感じです。続いてハンドウォーマーです。ハンドウォーマーの縁はオリジナル同様にチェーンステッチとなっておりました。ジッパーはウォルデスのジッパーが付けられています。オリジナルの 11MJZ では大きく分けると前期型と後期型の2種類ありますが、パッと見ほぼ同じ形です。見分ける方法の一つとしてジッパーで分かります。必ずしもではないんですけども、前期型がタロン製、後期型がスコービル&グリッパー製のものが多いように感じます。この復刻ジャケットでも当初雑誌に掲載された試作品ではオリジナルに倣いタロンの復刻ジッパーが付けられていたのですが、実際販売されたものはウォルデスのジッパーモデルとなっております。このウォルデスのジッパーは国産で、アサヒファスナーが商標権を得て作っているジッパーかと思います。ファーストの頃に2本あったプリーツが1本に省略されました。それに伴い缶抜きも半分に省略されております。ジッパーテープの下から黄色のラインの入ったセルビッチが見えます。首元でも前期型か後期型かを見分けるポイントになります。スナップボタンの場合は後期型になりますので、このジャケットは前期型のモデルを元に復刻したのかと思われます。袖口のステッチはチェーンステッチで縫われており、オリジナルを意識した仕様となっております。ただこの部分がチェーンステッチだとほつれやすいので、リペアの補強は早めにした方が良いと思います。アクションプリーツは前回の復刻 W9511 と比べると広めの作りとなり、よりオリジナルに近い作りとなっております。アジャスターのゴムは前期型を意識した紺色が使われております。後期型になるとグレーの仕様が多くなります。この真ん中のゴムの位置がステッチに沿って縫われているんですけども、オリジナルはそのステッチを通り越した箇所に縫われた形となっております。後ろから見るとこんな感じになります。アジャスターのゴムの関係で脇周りが絞られているのが分かります。オリネームタグは1940年代後半から1950年代前半にかけて登場したと言われております。通称縦ベルと言われるブルーベルの刺繍が縫われております。サイズ表記が縫われておりますが、サイズ表記が縫われている方が古いものと一般的に言われております。色落ちはリーバイスなどの右あや折りによるメリハリのある色落ちではなく、全体的にすっきりと鮮やかに落ちていく印象です。総括になります。このエドウィンから復刻された W9611 ですが、前回の W9511 よりオリジナルに近いディティールとなっております。サイズがやや小さめなので、通常着ているサイズよりもワンサイズ大きめがちょうど良いかもしれません。また肩周り腕周りのサイズもかなり絞られているので、着る人を選ぶジャケットとも言えます。
このジャケットがリリースされた2000年代は割と細身のジャケットが流行っていたので、時代に合わせた復刻だと言えます。 W96 シリーズのジャケットは細身のジャケットが多い印象なので、ぴったりめに着たい方にはおすすめかと思います。この辺からエドウィンがラングラーに本腰を入れてきた暑い時期になりますので、同時期にリリースされた 12MJZ チャンピオンジャケットですね、それから幻の 66MJZ、 それから 33MJZ なども紹介したいと思いますので、またご覧になっていただけたら嬉しいです。それではこの辺で失礼いたします。ご視聴いただきありがとうございました。